二段モーションスイングの直し方についてです。二段モーションとはこのように最後腕をこのように上げているようなこういうスイングのことを言います。で、なぜ二段モーションになってしまうかというと体が回ってその後腕が上がる、この体と腕の動きのタイミングが体腕とこういう順番になってしまっているからです。基本的には体と腕が、まあ、腕はあまり自分でこう動かす必要はあまりないので、体を回せばこのようにだいたいトップの位置まで来ていただければいいのですが、おそらくちょっとクラブを振り上げたい意識などが無意識に入って体を回した後に腕が上がってしまう、こういう状態が二段モーションになります。で、二段モーションを直すにはまず何が大切かというと、まあ、先ほど言っていたように体を回したらもうトップになるようなイメージが必要です。ですからトップを自分が思ったより低い位置、腕を振り上げないでもう本当クラブが垂直に行くか行かないかぐらいのところまでの意識で上げていく、それがまず一つです。この奥までこう振り入れようとしせずにもうクラブが地面と垂直になるぐらいのイメージのところでボールを打っていく練習を繰り返していく、これが大事になります。で、そしてもう一つリズムです。大体の人が二段モーションの場合1、2で3と振って打っています。これ自体は悪くないのですが、二段モーションの人はそれが入ってしまうとこの腕を上げる時間帯が出てしまいますので、あえてそこのリズムは1で上げて2で振り終わりのリズムで練習していただく、これが大切になります。そうすることでこの体が回った後の腕の動きが入る時間がなくなりますので、まあ、そのリズムを1で上げて2でもう切り返して打っていただくと、これが大切になります。ですから二段モーションの人は二段モーションでもしタイミングが悪くて直したいというような人はトップを少し小さめ、あんまりクラブを奥に入れないでリズムを1、2と2拍子で打っていただくと、この練習を繰り返していくことで、二段モーションのこう時間差、腕と体の時間差がずれが少しずつ減ってくると思いますので、練習場などでまずはそこを練習しながら修正していってみてください。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。